今回はロシアワールドカップ落選組なら日本代表をベスト8に導けた説を検証。ロシアワールドカップで惜しくもベルギーに敗れ史上初のベスト8進出を逃した日本。ほとんどの人は忘れているかもしれないが、この大会に当然落選した選手が存在する。もしロシアワールドカップに落選した選手たちを本戦に連れて行ったら、意外といい成績を叩き出せるのではないかと考えた当チャンネルは、今回とある棒逆芸を使い、ロシアワールドカップ落選組だけでチームを結成し2018年にタイムスリップすることにした。果たしてロシアワールドカップ落選組は本戦メンバーの成績を超えられるのか。今回のワールドカップの組み合わせはロシア大会を再現。ロシアワールドカップ落選組のメンバーはご覧の通り。開幕戦の相手は因縁コロンビア。4年前に悔しい思いを味わった落選組はロシアでどのようなプレーを披露するのか。前半は特に動きはなかったが、後半に入り58分、室屋が裏に抜けている南野にフライパス。これを南野がダイレクトで合わせるも惜しくも枠を捉えられず。すると試合は63分、右サイドのアリアスがハメスにスルーパス。ハメスは中のファルカオに折り返し、これを最後はファルカオに右足で決められ、日本が嫌な時間帯に失点。ハメスが先発だったら4年前はこうなっていたのかもしれない。その後日本は途中出場の稲妻のスピードを利用するが、コロンビアの堅い守備に稲妻はなすすべなし。そしてこのまま試合は終了し、日本が重要な開幕戦を落としてしまった。4年前はコロンビアが10人だったから勝てた。それがこの試合で見事に証明されてしまった。そして第2戦の相手はセネガル。やはり落選組では本戦メンバーの成績は超えられないのか。そんな不安の中、試合は11分、日本はセネガルのアフリカ仕込みのパスワークに翻弄され、バルデに一気に裏に抜け出され大ピンチに。しかしこのピンチを見事に西川が回避し失点を食い止める。すると試合は31分、杉本が久保とのワンツーから裏に抜け出す。杉本はそのまま右サイドでボールをキープし中島にクロス。このクロスに中島がダイレクトで合わせ、日本が先制に成功する。4年前落選組の中で一番待望論が多かった中島翔や、下手したら乾よりこの男の方が決定力あった説。その後セネガルが中島を最重要人物と狙いを定め削りにかかる。もう中島はメッシと同等レベルの扱いを受けているのだ。すると試合は後半に入り85分、久保が車屋とのワンツーから左サイドを攻略。久保はそのまま中にクロスを上げ、これを最後は杉本が合わせ、日本がとどめの追加点を挙げる。中島の次に待望論が意外に多かったのがこの杉本。大迫の代わりに彼がワントップだったらもっと半端なかったかもしれない。そしてこのまま無事に試合は終了。日本がついに今大会初勝利を得た。ようやく落選組の連携が噛み合い始めた。本戦メンバーでも倒せなかったセネガルを落選組は撃破してしまったのだ。そしてグループステージ突破をかけたポーランド戦。4年前に不甲斐ない試合をしてしまった本戦組のツケを落選組はこの試合で晴らせるのか。試合は前半19分、ポーランドに右サイドを攻略されクロスを上げられる。これを中のレバンドフスキが強引にシュートまで持ち込むも、うまくヒットせず日本はなんとかピンチを脱する。すると試合は24分、右サイドの稲妻がウッチーにパス。これをウッチーは中の井出口にパス。井出口は中の杉本に預け後方の中島に落とす。これを中島はダイレクトで豪快に決め、日本が先制点を決めた。これで中島は2試合連続ゴールを達成。やはり4年前この男がいれば歴史は変わっていたのだろう。得点後日本はポーランドの反撃に遭うも、権田の落ち着いたセーブで未だに無失点を継続する。そして試合は42分、権田のパウンドキックを杉本が右の稲妻に落とす。稲妻は井出口とのワンツーから裏に抜け出し、稲妻はそのまま右足で狙いすましたシュート。このシュートが決まり日本が前半だけで2点を決める。4年前国内組の中では期待値が高かった稲妻純也。稲妻はこの時期からすでにポテンシャルは持っていたのだ。すると試合は後半に入り60分、日本はポーランドに簡単にパスを回され、ジエリニスキに必殺のスルーパスを出される。これを最後はリブスに権田との1対1を制され、日本が痛恨の失点。ポーランドに追撃の1点を許してしまった。さらに85分、森岡が中央でボールを奪われポーランドのショートカウンターが発動。レバンドフスキが左のリブスにスルーパス。これをリブスは中の選手を経由し、最後はジエリニスキにネットを揺らされ日本が同点に追いつかれる。これで日本のグループステージ突破は微妙な状況になった。その後ポーランドは日本に逆転への意欲をむき出しにするが、なんとかピンチを切り抜け無事に試合終了。日本が意地のグループステージ突破を決めた。ポーランドに引き分けたことでグループステージ敗退が頭によぎったが、落選組は幸運に恵まれ本戦メンバーの成績を上回った。日本は結果的にグループステージを2位で通過。最後の権田の飛び出しが遅ければ落選組は今頃ロシアを早急に去っていただろう。
そして決勝トーナメント1回戦の相手はインネンベルギー。4年前に本戦メンバーはここで屈辱を味わったが、落選組は本戦メンバーとは違う結果を我々に見せてくれるのだろうか。試合は前半20分、右サイドで清武が一度はボールを奪われるも稲妻が奪い返し、そのまま稲妻は右サイドを強引に突破し中にクロス。これを最後は杉本が右足で合わせ日本が待望の先制点を奪う。これで杉本は今大会2点目を記録する。本戦で1ゴールに終わった大迫の存在を完全に忘れさせるような活躍ぶりだ。しかし試合は後半に入り52分、日本がベルギーのコーナーキックをクリアするも、再び回収されカラスコがデブライネにフライパス。これをデブライネは中のルカクに折り返し、最後はルカクにピンポイントで合わせられ日本が同点に追いつかれる。これは我々が4年前に見た展開と似たような内容だ。そして試合は57分、中島が左サイドを単独で突破する。中島は巧みなドリブルで相手を引きつけ中の杉本にパス。これを杉本は振り向きざま右足シュートを放つが、ボールは惜しくもゴール右に外れ勝ち越しならず。そして試合は30分間の延長戦に突入。延長に入り日本はベルギーのクロス攻撃を受けるが、守備陣がルカクにしっかり体を当て自由を許さない。そして試合は延長で決着つかず PK 戦に突入。4年前本戦メンバーはベルギー相手に PK 戦まで持ち込めなかった。しかし落選組はベルギー相手に120分耐えたのだ。彼らが歴史を塗り替えるのは間もなくだ。まずベルギーの1人目はアザール。これを西川ががっちりキャッチし見事に阻止。そして迎えた日本の1人目は中島。このキックは完全にクルトワに読まれ失敗。ベルギーの2人目が決め迎えた日本の2人目。これもクルトワに読まれ2本連続で失敗。そしてこれを外せば日本の敗退が決まる4人目。山中がこれを盛大に外し日本のベスト8の夢絶たれる。しかし落選組はベルギー相手に PK まで持ち込めた。落選組が選出されていたらこんな展開もあったのかもしれない。ということで検証結果、落選組を甘く見るな、でした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画などありましたら、コメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。